お待たせいたしました。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。まもなくタイガースの先発は右の馬場、対するホークスの先発は右の田中正義、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の馬場、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは真砂、投げた、アウトコース低め、空振り三振。ワンアウトランナー一塁という場面で田代、タッチはセーフ。第4球を投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第3球打ちました、熊谷、ボールを取る、二塁セーフ、セーフ、セーフ、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー三森、残塁に終わりました。タイガース大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。ツーアウトランナー一塁という場面で板山、第9投げた、打ちました、痛烈、入れば先制、センター見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち。チームメイトが迎えます。こちらが先ほどの先制のシーンです。タイガースリードで迎える2回です。ツーアウトランナー一塁という場面で板山、今日2打点を挙げています。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球は危ない球、第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸び、見送った、ホームラン、ツーランホームラン。板山、これで2打席連続のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。タイガースリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている板山、初球打ち、センターバックしていった、ヒットになります。ボールは中継、板山いいバッティングを見せました。今日これで3打数の3安打、投げました、打ちました、初球打ち、三森下がっていった、ヒット、板山一気に三塁へ、三塁タッチ、森越、吉住降板、マウンドに上がったのは古谷、今日3番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか、投げました、ジャストミート、抜けた、板山いいバッティ、タイガースリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている板山、ボール。第2球、2球目空振り、第3球を投げました、打った、これはいい当たりだ、さらに伸びてライトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、ストレートを狙い打ち。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。ホークス何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー一塁という場面で初球を打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、川瀬ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあ、バッテリーここは踏ん張りどころ。第3球を投げました、打ちました、センター前進してくる、これはヒットになります。センターバックホーム、増田いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。投げました、これは引っ掛けた、セカンド左横のフライになりました、セカンド落下点、取りました、ゲームセット、タイガース圧勝です。タイガースが勝ちました。勝利投手は馬場、敗戦投手は田中正義。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りし